い、ということで、1、2弦、グッドモーニングネット、マッチョライフ、やってきましたけども、はい、まあ、3弦、時給アップアップソングね。なるほど。はいはい、まあ、これは、正直今日指導というか、はい、まあ、革命。革命ダンスがあるんですよね。ありますね。時給上がったら最高じゃねってダンスがあるんです。これ、やめます。いやでもやってもらってもいいのよ。てかどうせもうみんな覚えてるしやってくれてる子もいる。ただ、ね、このステージから見てて、はい、結局この動きした時の一体感のがあるんですよ。どっちにしようって雰囲気になってんだったら俺はこの動きを煽りますよってことです。時給上がったら最高じゃねって俺はこっちやりますから、はい、改めておさらいしとくよ。一番最初のサビですね、はい、小半分サビ、まあ、時給上がったら最高じゃね、時給上がったら最高じゃね、ここはこれじゃなくていいわ。なるほど。一番最初ダンスでもいいのかもね。なるほど。ああ、なるほど、ね。俺も一番最初はスタンドで置いて、はい、踊って、そっからまあ B メロとか持ってって、2サビというか、一番最初の時給があれば一番いいねからこれにしようか。わかりました。そっちの方がいいんだ。それウィンウィンだよね。そうですね。みんなもダンス踊れて、一体感をつける。そう、ね、分けたらいいんだ。あ、そうですね。そうじゃん、そうじゃん。で、A メロ入って、うん、まあこの A メロのところはまあちょっとラップっぽい、シャウトしながらラップみたいなやつは、まあこれはもう普通に自由にしてください。うん、で、B メロですね、僕歌ってるとこ、はい、ここも自由ですね。ですが、あの一番最後の時給が上がれば一番いいね、うん、これ確かに指定してなかったの。そうですね。最初こう、じゃあ2個作ってもらって、時給が上がれば一番いいねってこと。なるほどね。最後いいね、一番いいね、やっぱハマってるからこのグッドポーズ。まあ両見ていこうか。そっちもやりやすいの、ね、でそのままこういく感じにしましょう。わかりました。でまあ2番も一緒ね。はい、まあ千人パート、うん、ありますね。まあ千人パートというかギターソロ兼千人パートみたいなところ、はい、まあ、ここなんですよね問題は。みんながやっぱそのリアクションしてくんないとやっぱいけないなと俺思ってるんです。僕ら2人で掛け合ってるじゃないですか、はい、そこちょっとみんながこう頑張ってなーんっていうそのリアクションこれを求めていこうかな。そんな仕組みがあるんだ、同意みたいな顔、ね、同意みたいな、知ってても同意するっていう、はいはい、みんなでコントするみたいな。なるほどね。ワンマンならね、はいはい、そうだな、確かにみたいな。そうやって言い始めたら、そう知りたかったんだよ。そう、それがリップインセンティブプロジェクトって言うんですけど、うん、まあ、そこはもう言わなくてもいいけど、みんなで言っと、みんな手挙げてほしいよね。そうだね。最強のワードみたいな感じ。ディップインセンティブプロジェクトパンチライン来たぞみたいな雰囲気にしたいから、対バンとかでも別に本当になんか上げてねえ方が意味わからんみたいな空気感にしたい。逆にですね、当たり前に。だからあとはもうサビはもう大体一緒ですね。一生腕下げないで。そうですね、一生腕下げない曲になっちゃいます。アップアップだから、何かの代償支払わないと時給なんて上がりません。本当に上げにいってるからね。それはそうですよ。でも今この1分2分手も上げられないようなやつが時給上げてもらえると思うなよ。いや、そうだね。そういう意味もこもってます。じゃあ行ってみましょう、はい、時給アップアップソング。あった、やったよ。ここら辺はもうヘドバンしてほしいですよ、俺的には。手でもいいです。あー、いい、あ、いいよ。すごいな。ここは何かいてもいい。俺はこのくらいで。最前だけ。ここら辺は。あ、いいかぶせね。あ、うしい。あ、いい、いい、いい。あ、いい、いい。ここはホルモンみたいに。そう、こうだね。ナイスケアみたいに優しいから。あ、これはもうまあ、こういう感じで。ちょっとしっとりね、ここ。そう。これ一番いいメロですから、ここ。これ、ね、本当に。時給が上がったりしてくれればいいね。時給が上がれば一番いいね。あ、いいよ、いい、いいね、いいね、はい、はい、大好き派、大好き派。まあ、これ手の人でもいいですよ。手のやつもいていいですからね、もちろん。でも、もう休憩だから、ここで休憩しよう。ここで休憩だと思ってください、マジで。そう、回復、回復、マジでメロで回復。そうそうそう、いいよ。左から行きましょう、左から。
地球が上がれば一番いいね。いいね。あ、いい。ここ僕が歌ってるからこうなってますけど、はいはい、ちゃんと両手でね。はい、来た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 。おお、そうそうそう、そうだよな。分かってんだよ。分かったんだよ。いいな、マジで。それよな。いいよいいよいいよ。そうそうそう。おおおおお。リップは応援しよう。はいはい。もしかして。いいよ、あ、もう手拍子だね。確かにもう手拍子で、こっから上から下。なるほど、そう、こうやって行って、いいね。いいよ。もう一度行ってみようって。頑張って頑張って。そんな足は上がんないから。そうですよね。そう。自分の時給上げたい分、手は上にね、上げたい分ね。もう手上にしとこう。頑張ったねっつって。頑張った、これで上がる。素晴らしい。いいね。これは控えめにやってるのでも全然いいです。そうですね。はい、すでに時給高いやつはね。あ、そうそうそう。あ、もう別にそんな上げなくてもいい。さあ、これが一回逆にまあ中休みと称した、はい、まあ四限みたいな感じなんですけど、うん、次の曲が一応時が戻ったら抱きしめる。なるほど。これはだから本当に特に振りとかはございません。もう言ってしまえば、うん、まあ、そうですね。大バラード曲みたいな感じなので、うん、まあシンプルにまあ聴き入ってください。ただそのラストのサビだけでは振りたいなと。なるほど、思ってるわけです、はいはい、そこまではもう普通に聴いといてほしい。普通にね、うん、そうそう、結構一番サビ、あ、もちろん振っていいんですよ。それが間違った振りとかじゃないんですけど、うん、ラストのサビは全員でこう手振りで、ギターソロの後ですね、はい、まあ、左から振ります。ほんと抱きしめてもう一度っていう、まあ、こんな感じで、もうラストサビね、その抱きしめてっていうところだけは、まあ、ポツイと滑ってほしいので、抱きしめてっていうフレーズだけ夢の中で抱きしめて、はい抱きしめて枕内の感じでさ、これはもうだから特にありませんけど、はい、一番最後だけ、もちろん最初からやってもいいんですけどね、聞いてほしい、うん、やっぱ、まあ、ラッサビ感出るもんね、はい、やっぱ思いこもっちゃうんで。そうですよね、思いこもっちゃうから、だから無理して込めない、はい、いや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 、こもっちゃうんですね、はい、すぐに思いこもっちゃうんで。そうか、はい、はい、これ問題の来ました。はい、問題の語源、語源なんですけど、はい、ミュージック2ですね。こちらはね、こちらはですね、どうしましょうねどうしましょう、これはみんな、もう本当にこの曲イカれてるくらい忙しいんで、うん、僕含め、まあ、そもそも3人で歌う曲だから。そうなんだよね。1人で歌う時もあるわけじゃん、やっぱり。まあそうですよね。そうなった時だと思ってください。なるほど。基本的には、はいはいはい、始まりますよね、曲が。はい、から始まったら、まあ、はい、そこは自由でいいです。そこはもう応じて、うん、乗りを作っていきますけど、まあ、A メロ入りますよね。まあ、これは A メロも特にないです。A メロと言ってもらって、うん、ポイントはその本当にこの B メロ。そうですよね。B メロが本当にヤバくて。鳴き声パートね。まあ、とにかくそのロックな猿ならキーキー、うん、ジャズすぎぞうならパオンパオンっていうフレーズがもうあるわけです。はい。だから俺これはやっぱそのみんながその動物になりきってほしいな。おお、ロックな猿ならロックな猿やってください。あ、おのおのの、はい、なるほど。だって動物園にしたいわけだから、音楽って動物園だよねって言ってるわけだから、一回ライブハウスを動物園にしたいわけですよ。ロックな猿ならっつったらキーキーの時に、はい、鳴き声の時に、はい、その猿になってください。おお、難しい。ロックな猿ならキーキージャズギゾーならパンパンっていう、まあまあみたいな。ジャズギゾーだからしっとりかな、わかんないけど。ああ、そうだね。じゃあそういう思い思いの動物やる、うん、それが不正解とかないから。そうですね。とにかくわかんなかったら何かの動物やってくれるまあじゃあそれを見せてよ。ああ、ほんと例題。そうだから この3人がやったのを多分みんな覚えてくるよ。なるほどね。あ、じゃあそれでいいじゃんってなるから、そのお手本でやってください、はい、ちゃんと声も一応出してね。はい、これはだってどうせ言わなくちゃいけないんだよ。練習しとかないと。そうね。EDM キリン。
ロングロングロングもうできなくなってんじゃん急にやめてもうねもうできなくなってんじゃん。スタジオの時あのこの速度で言って適当に言って返せなかったら言えないよみたいな順番で覚えてると困るからね。 K-POP パンダガオガオやば、このシリーズしてるよこの間とグルルグルルねグルルグルルじゃないだこの特に B メロが大事ですね、はい、だからここはとにかくあのみんなに頑張ってほしい、はい、1B、2B よろしくお願いします、はい、ちょっと戻ってサビですね。これ逆にここはやっぱそのやっぱクラブみたいにしたいなって思ってるあまあ飛んだり、うん、それは動物園みたいなことっつって、まあ、ここですよね。ポイントは MUSIC ミュージック、ここはもうこのフレーズごとに MUSIC ミュージックってこう言ってくれたら大丈夫です。なるほど、はい、だからこれはもう2回ありますんで、うん、やってもらえる、はい、だからとにかくやっぱサビはやっぱクラブみたいな、クラブみたいな大学生のね大学生のね、そうそう、レッドブルウォッカ持ってるからレッドブルウォッカ持ってる感じでいいです。まあこの動物園へようこそ、まあこれに関しては別に特にないですから、今回のこのブレイクダウンに関しても特にないですね。なるほど、みんな楽しく楽しくブレイクダウンしてくれればそれはもう応じてやっていこうと思って、でここからはもう本当に忙しいんですけど、楽しい時に聞こうミュージック、ミュージックまあみんなにこうガミュージックやってほしいんで、楽しい時に聴こうミュージック、まあ、かけ4をやってもらって、マジマジたくさんあるね、いい曲いい歌たくさんあるね、まあこれ宗教みたいな、宗教、あ宗教みたい、はい、これ宗教みたいでバグっちゃったやつらいい曲いい歌たくさんあるね、目ガンガンで、そうこれは本当俺は曲ありすぎるだろうっていう意味込めて、あーあーなるほどね、もう皮肉気にくだ、俺の中じゃん、あ、そうそうそう、あるねって言ってるけど、いい曲言うとたくさんあるねっていう感じなの、俺のイメージは、イメージだと曲だからそういう感じの目バキバキにしてもうミュージックから目バキバキがいい、ここはちょっと雰囲気も変わるじゃないですか、ね、でここからなんかメロみたいなところに行くんですけど、まあ、そこら辺のノリはもちろんです、もう自分のノリたいように、うん、自分に合ったミュージックとノリたいように乗ってもらって、うん、はい、でこのこっからあのねテンポが変わるんですよ、そうです、ね、メロ行ってからで Don't Stop Music が変わるんで、うん、ここからあのちょっとポエトリー調のそうですねラップパートに入るんで、はいはいはい、だからこの Don't Stop Music のタイミングくらいで Don't Stop Music ってもうそのまま行きたいですね、うん、はいはいはい、子供の頃聴いた音楽、うん、最後この終わってまさにこの世は Music 2っていう、うん、ここも目バキバキでまさにこの世は Music 2ってこの宗教なんですね、そうそう情熱的にね、なるほど、これはもう何があったんだっていうことなんですこれは今何が起こってるんだこれでみたいな感じなんで、そっからもやっぱクラブみたいな、まさにこれはミュージックスクラブ忙しいねまあジャンプっぽいよねこの曲はね、跳ねる系だよね、あもうクラブ始まってんだもうこういう感じでもいい、人がいてもいいね、そうもう人がいてもいい、まあね、はいはいはい、まあいい、あと手拍子ですね、ここはさあここからビン来ますから、ロックな猿ならジャンスギゾウならヒップホップリスならレゲエカンガルークラシックゴリラジェイポップライオンガオガオにこのままクラブクラブクラブあいいやばやばいいねあいいよ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  USIC ミュージック OK いいねここ特にクラブここいいあそこいいクラブに見えてきた素晴らしい MUSIC ミュージックいいねあいいじゃんいいじゃんいいじゃん、でここでここはちょっとこう休憩パートなんでみんなのそうだねわからないですよね。なるほど、そうなんですか。僕たち一緒ですね。バラードトラは、ガン！めちゃくちゃなら、EDM キー、R&B コマン、ガンガンガン、ペンギン、なんだこれ。クラブクラブ。あ、こういうやつもいい、こういうやつもいいよ、クラブを体現してみるんだね
そうそうそう、こういうの見てる、サーッと見てるやつもいる。やっぱ女のやつ、こう間通り抜ける女もいるよね。もう人と人の間通り抜ける女もいるよね。はい、シー、ミュージック、いいね、いいね、いいね。はいはいはい。で、ここは、これまあ、ここもうここは自由ですよ。ね、元にはめてやってもいいです。動物園へようこそ。まあね、頭振るのが割れてきた手でもいいんです。はいはいはい。ここが一番楽かもしれないってやばいよね。来た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 、ミュージック。もうね、バキバキになってこう、ミュージック、だんだんと、ミュージック、ミュージック、マジマジ、たくさんあるね、いい曲、いい歌、たくさんあるね。いいよ。ここはもう自由に聴いてね、ノンストップミュージックで。ノンストップミュージック。あ、いいいい。この曲。で、あともいていいよね。いいよいいよいいよ。さあ来るよ。まさにこの世はミュージックセブンセブンセブン。いいよいいよいいよ。どうぞ。激しい。U.S.I.C. ミュージック。あ、いい。そうそうそう。いろんなクラブがあっていいから。いいよいいよいいよ。そう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 。U.S.I.C. ミュージック。いいね。素晴らしい。これはちょっと楽しい曲になりそうですね。本当にみんながクラブ、まあ今のはちょっとあの自分の陣地無視みたいな感じでしたけど、いた大げさにやったら、まあ、その場でこうやって言ってくれた方がね、楽しいですよ。コロナに止まれるね、これは。そうですね、これ見たいもんね。実質もう次の授業がラストです。あ、そうなんですね。はい、あの7曲目に関しては振りも何もないんで、それはそう、確かに。ただただ聴いてくれ。そうですね、自分の思い思いの、別に棒立ちでも何でもいいです、はい、楽しんでくださいっていうのが、まあ、忙しい夜が終わる頃になるんで、はい、もう6曲目の君のバッテリーを奪うで、はい、まあ、方法この私生活はもうマスターということですね、うん、皆さんも今完全にできるようになってると思います、はい、まあ、この君のバッテリーを奪うって曲は、はい、本当に地獄みたいな曲で、はい、前半と後半で作者違うのかみたいな、うん、そうですね、はい、まあ A メロですね。ここら辺はもうシンプルな普通のメロなとこなんで、うん、まあ、ここら辺はもう全然普通に楽しんでもらって、特に手とか上げずに聴き入ってもいいような A メロです、ね、そうですね。だからB メロもそんな感じですよ。サビでバーン開けるんで、まあ、そこでも拳上げてもらってもいいです、うん、命って同じバッテリーです。ポイントとしてはやっぱ使って使って、はい、奪って奪ってっていうサビのパートですよね、はい、とかやっぱみんななんかちょっと手で使って使って奪って奪って奪って、うん、普通にまあそこやってほしいかなっていう気はあります、うん、だからここら辺に関してはもう正直ね、 AB サビ特にないです。ここに関してはもう自由でいい。なるほど。いいんですが、はい、この曲はのポイントがあって、はい、まあ、これはちょっとライブ来てもらった方がいいかなって感じなんですけど、あ、なんでないのかっていうのはこれ理由わかるんで、うん、なるほどなるほど、はい、ちょっとねギミックがありましてこの曲は、はい、そうですね、はい、なくていいんです。なくていいね、はい、それが全てその自分のどうしようもなさってのが出るかもしれない今こうやってどうしようもないっていう、だから特に決められたような振りはないって感じです、うん、はい、でここですねポイント 2A というんですかね、 SNS でマジ減ってる、これマジ減ってる連打、はい、こちらやっぱそのマジ減ってるだるめに、なるほどね、マジ減ってるわっていう感じを表現したいんで、だから SNS でマジ減ってる気だるげにこうはい、はい、マジ減っちゃってるよ最悪っていう思いをあの出してほしい、はい、現在進行形でマジ減ってるよっていうその雰囲気をここで出してください、はい、その後ですねありえないところに行くんですけど、ありえないところねでこのさようならさようなら10年減ったらさようならっていう、うん、まあ、だから通称よし行くぞパートですね通称よし行くぞパートというのに入るんですけど、はい、まあ、ここに関してはさようならさようなら10年減ったらさようならってもう両手ガツンと上げて、うん、もちろん勝手でもいいですよ、はい、それでこうバッてやってほしい、はい、で普通のフレーズ入って、うん、Cメロみたいなところに入って、はいはい、
で依存してば生きるしかねえで転調してでよし行くぞに意味をしてでも本当にそのよし行くぞになりたければ、はい、やっぱ落ちサビで、はい、だから僕らあのタオルとか売ってますよね、はい、でもそれ絞りとかにしてやっちゃうよこれここ俺の落ちサビ聞かなくていいから絞り作ってラストビに向けてラストビに向けてこうねじりに入ってもいいから自分の家から持ってきた、うん、あのもうすぐつけれる用のねじりやってもいいよねここにポコはめるだけのよし行くぞ量産が見れたらちょっとウケるなって思うんでそれはやってほしいですよね、はい、イントロとかでむずいっすよねこれそうだねまあこうしたはい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 そうだな手拍子かいいですね。まあ、これ押しといてもらえる。なるほどね。まあ、ここら辺はまあ自由で続けてもいいし、悲しいし、悲しいし、悲しい。まあ、これも自由です。旅に向けてね。いいね。はい。こういうのは勝手にみんな気持ち入ってくるから大丈夫。そう。勝手に入ってくる。どんどん入ってくる、ね、気持ちがね。どんどん。ここね。マジ減ってる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 。ここら辺から本当に気が気じゃなくなってくると思うからね。怖くなってくる。怖くなってくる。そろそろやばいんだよ。そうそうそう。いいよ。さあ、ファーストよし行くぞだ。さようなら、さようなら。充電減ったらさようなら。またつなぎ、また食べる。ただただ毎日ブルブル。やんでみさんすあ、やばい、絞り頑張ってるあそうなんだ絞り頑張って絞り、絞り頑張ってそういう人もいるよね絞り頑張ってシャツとか絞りして、シャツとか絞りして絞り、そうだこの来る来るよし足りないないここ来てないじゃんこのはいはいはい来た来た来たさようなら、さようなら、充電減ったらさようなら、ただただ毎日ぐるぐる、さようなら、さようなら、充電減ったらさようなら、さようなら、さようなら、充電減ったらさようなら。ああいいね。どうするなったら全員よし笑って歌えねえマジであ、いいねあ、変な曲だいやー素晴らしいこれにてあの七生活の受講すべて終了です、はいはい、これでもうあのね完璧に七生活という曲はね、はい、楽しめるのかなと思います、はい、でも今日見た感じ良かったですまだ一回もねライブで披露してないですけどもう見えました楽しんだあいいね特にやっぱミュージックズーとか楽しみすぎるし楽しいね怖いけどねこのバッテリーとかも今このノリだけじゃちょっと全容がね分からないんですよライブに来た方がちょっと面白いのがあるので、はい、それもちょっと合わせて皆さんにはとにかく、はい、七生活ツアーこれに来てほしい。お願いします。7月の17日から、はい、名古屋からねスタートいたしましていろんなところを回ってですね、はい、9月の19日ファイナル、はいラインキューブ渋谷、はい、渋港だね渋谷北海道でやりますから、まあ、チケットもねありますんで、はいまあ、ちょっと気になってこの動画とか見て気になったよって方はぜひ、はい、皆さん遊びに来ていただいてお願いします、まあ、このノリ本当に今ここで言うのもあれですけど、はいまあ、しなくてもいいです
別に結局最初から2位全部2位みたいな、もし俺らならこう乗るよって思ってくれたら面白いと思うよくらいに思ってもらって、初めて行くのにいきなりよし行くぞとかしなくちゃいけないとかそういうハードルじゃないんで、行き切って終わってる人たちがやるやつ、俺らの行き過ぎて新たな楽しみ方、そうそうそういうこと、そういうこと、こういう楽しんだら面白いよってことなんで、だからまあ全然ね、ただただ見に来ていただくだけでもいいのでね、ぜひ足を運んでもらってよろしくお願いいたします。